どうもこんにちは。自称美容大好き美容師 YouTuber 翔平でございます。ということで今回は僕が実際に施術を受けて本当にやってよかったメンズ美容ランキングベスト5ご紹介していきたいと思います。僕が今までやってきた美容の施術一覧はこんな感じになっております。プライベートでやってるものから動画の案件でやらせてもらったものも含めて本当に僕が実際にやってよかったなって思ったものを詳しく解説しながら皆さんにこれは絶対おすすめしたいっていう、ランキング発表していきたいと思います。この中にですね、実際に皆さん結構やってみたいものだったりとか気になってるものいっぱいあると思います。もちろん今回メンズ美容だけじゃなくて見ているね、そこの女性の方でもぜひ参考にしてもらいたいです。もうメンズ美容って言ってるんですけど、女性でもやってないものあったらぜひねこの動画参考にしていただければと思います。本当に忖度なくやっていくんですけども、そのさっき言った案件も入ってるんですけど、僕案件も自分がやってみたいとかいいなって思ったものしかやってないのでそこら辺は安心くださいということで、本当にこの中のベスト5も特にベスト3は本当人生変わるレベルというか、もうやらなかったら損してるレベルで本当に皆さんにおすすめしたいものになってます。で、今回あくまでもそのメンズ美容の僕のそのコンセプトとしては実際にお店に行ってでお金払ってその場でやるみたいな感じのものになってて、まあ僕が趣味でやってるボディメイクとかダイエットとかはもう抜きにして、あと美容室の施術ですね、もうこれは美容室と、まあ、ボディメイクに関してはこのランキングよりももう本当に遥か上みたいな感じで、もう逆にやってないのぐらいの勢いのものなので、それはランキング外にさせていただいておりますのでそこら辺はご了承ください。その他にもランキング外になったものも軽くまあ解説はしていこうかなとは思いますので、ということで早速、僕が本当にやってよかったメンズ美容ランキングベスト5解説していきたいと思います。はい、ということで、僕がやってよかったメンズ美容ランキング第5位はドゥルル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 ン、メンズネイルでございます。はい、こちらはですね、まあ今はやってないんですけども、まあ過去にインスタグラムとか僕のね動画のシーンとかでもね映ってたとは思うんですけども、まあこんな感じで僕あのメンズネイル、ジェルネイルっていうのをあの何回かやっておりまして、で僕が眉サロン通ってる眉サロンのところで同時並行でできるっていうのでやってもらったことがあります。はい、メンズでネイルするって結構ね一般の方だと抵抗あると思うんですけど、女性の方だとねもうほんと普通にファッション服を着るぐらいの感覚でねやってる方も多いと思うんですけども、まあメンズネイルやってみての感想なんですけども、まあ、確かにハードルは高かったんですけど、例えばまあなんか普通のこうシンプルな服装とかしてても、なんかメンズネイルネイルしてるだけでも普通の服装なのにおしゃれみたいな、なんかそんな感じになれるんですよ。なんだろうな、まあ男性で言うねシンプルな格好に時計をつけるとか、なんかそういう感覚かなって僕はその時計もつけてネイルもやってなんか思いました。そう、なんかおしゃれの一歩先に行けるみたいな感じで、メンズでネイルやってるってあすごいなんか美容に意識あるんだなっていうのももちろんそうなんですけど、そういうまあファッション的なレベルも上がりますし、あと何よりね女性とネイルの話できるっていうのはね結構僕の中では大きかったですね。あのメンズってまあこのチャンネルだから言うんですけど、本当に女性のネイルマジで興味ないんですよ。そうなんですよ。なんだろう、それこそ男で言うなんかいい時計つけてるとか、女性の方だったらもう時計とかどうでもいいでしょ正直。何をつけてるかとかそんな興味ないんでしょ男性の時計とか。そういう感じでメンズも女性のなんかネイルとか今日この色にしてきたんだとかもう全然興味ないんですよ。けどモテる人はそういうところに気使って、あ今日このネイル新しいねとか、あこのネイル可愛いねっていう人がこうまあなんかモテる男性みたいな感じであると思うんですけども、まああくまで僕の個人的な感想意見になるんですけども、まあそれをやっぱ自分がやることで知識も増えますし、まあそういう自分がやってるからこそ相手のそういうネイルのこともちょっと見て、あこのネイル可愛い綺麗だなとかってこう思うわけですよ。だからまあなんだろうね、モテアップにもつながりますし、おしゃれにもなれますし、すごいねプラスなことが多かったです。あとそう、これインスタのストーリーにも言ったんですけど、僕の隣でねスーパーいる時におばちゃんがなんかなんだっけな、袋
袋なんか開けづらそうにしてて、あ、僕代わりにやりますよって言ってこう開けてあげたことがあったんですけど、その時に僕ネイルしてて、でおばちゃんが、あ、ごめんね、ありがとうね、あ、そのネイル素敵ですねみたいな、なんかその新しいこう会話のアクションがこう一個増えるというか、会話のきっかけになるというか、ネイルしてるだけで。それもね、すごいなんかほっこりするエピソードでしたね。なんかネイルのことを褒めてもらえるっていうのは、うん、まあそんな、経験もありましたね。デメリットとしてはやっぱりメンズって女性と比べると爪の伸びるスピードってどちらかというと早い傾向にあるんですよ。なのでね、ネイルして1週間2週間経つともうなんか伸びてきてすっごい気になるし、でね、ネイルもなかなかねこう切ることができないんですよ。で爪がねずっと長い状態が続くのがすごいね、それはストレスでしたね。はい、まあそんな感じでございました。まあコスパはねあんまり正直良くないです。1回だいたいどのくらいだろう、7、8000ぐらいすんのかな、高いしすぐ伸びてくるしメンテナンス大変だしっていうので今回5位にさせていただきました。はい、ということでどんどん行きましょう。僕がやって本当にやってよかったメンズ美容ランキング第4位の発表でございます。ドゥルルルドゥン、第4位はホワイトニングでございます。はい、こちらホワイトニングがですね、僕2年前ぐらいかな、通い始めて、ちょうどね、なんだっけ、テレビの仕事が入った時に初めてこう自分でお店行ってホワイトニングしてみたいなことをやったんですけど、やっぱりね、美容の中でこの顔の部分に当てはまるものって本当に人の印象ってのを大きく変えるものだと思うんですよ。まあ髪にしてもね、いろいろ肌とかにしてもそうなんですけど、そのうちのやっぱ歯を、まあ、真っ白まではいかないですけど、ある程度こう、ね、清潔に保つっていうのは、その人の印象を左右する大きな部分ではあると思うんですよ。だし、やっぱり、こうなんか歯白いと、なんだろうな、こう、なんか思いっきり笑ってもなんか歯恥ずかしくないというか、もちろんね、歯並び矯正してる方とかもね、歯のコンプレックス持ってる方も、多くいてね、そういう歯に関しての、その、笑った時のこの歯が見える時の感情っていうのはすごいね、分かる方多くいらっしゃると思うんですけども、やっぱ僕もね、歯白くしてからなんかね、ニッってやるのね、自信になりましたね。はい。そんな感じで、で、自分もやっぱホワイトニングすると、他の人の歯の色ってのもね、すごい気になっちゃうというか、やっぱ見ちゃうんですよね。あ、この人歯、綺麗だったらもっとなんかすごい清潔感上がるのになとか、すごい綺麗でね、ファッションもすごい、髪も綺麗でファッションもおしゃれですごい素敵な女性なのに、あ、歯ちょっと黄色いの残念だなみたいな、なんかね、やっぱ自分がやるとね、ネイルの時もそうでしたけど、思うことがあるんですよね。今こう動画でねやってるから結構白く見えるかもしれないんですけど、結構ねリアルで見ると歯の色ってね、動画よりもうちょっと僕は白くないですけど、やっぱこの口元のね清潔感ってすごい大事だと思う。まあその唇のカサカサ具合もそうですけど、ホワイトニングやったことない人ぜひね、オフィスホワイトニング、その歯医者さんの歯科医師、その歯をやる免許を持ってるちゃんとした歯医者さんでやるのがおすすめします。僕がプライベート言ってるのが銀座デンタルなんちゃらデンタルホワイトみたいなの、銀座とか渋谷とかまあいろいろあるんですけど、そこ行ってて1回ねだいたい1万6000円とかちょっと高いんだけど、でもね僕は3回ぐらいで結構白くなったので、ホワイトニングねやってみたいなっていう人は、そういうなんか美容のやつじゃなくて、なんかそういう歯科医師みたいな、なんかそのちゃんとした免許持ってるところでやるといいと思います。はい、ということで、ランキング第4位はホワイトニングでございました。はい、それではいよいよ、本当にやってよかった美容メンズ美容ランキング第3位の発表していきたいと思います。3位からはもう本当にもうやってって言いたくなる、やらないとそんぐらいの勢いのものでございます。第3位はドゥルル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 ン、医療脱毛でございます。はい、医療脱毛、まあ僕ね、過去にも何回も動画にしてますし、ゴリラクリニックっていうところは僕通ってるんですけども、こちらね
撮影協力はしてさせてもらってて、案件とかじゃなくて金銭とかね一切いただいたりはしてないんですけども、まあ僕はそのゴリラクリニックっていうところ行って、まあ撮影しない時もあったりする時もあったりっていうので使わせていただいてるんですけども、ほんとねやっぱ毛に悩んでる人はねマジで医療脱毛いいと思います。まずこのヒゲ朝剃るこの作業がねなくなるっていうだけで本当に楽なんですよ。まあ僕そんなこめちゃくちゃ濃いわけではないんですけども、やっぱり朝剃っても、まあ、夕方とかにもまたちょっとなんか気になってきて剃りたいなってやっぱなるんですよ。そのなんかヒゲの気になる感じ、それが結構やっぱストレスになってくんですよね。それがないだけでもすごい一日中楽でもいられますし、あとは夏とかねこうやって肌出したりとかする時もなんかねこうツルツルだとなんか自分的に嬉しい、個人的になんか気持ちいいというか、もちろんね毛あるないってのは本当人それぞれ好みよりますし、女性もね男性のなんかその毛深い方が好きっていう人もねいっぱいいるので、全然毛深いのを否定するというかそういうわけではないんですけども、まあ、やっぱりなんか毛ない方が清潔感あるってこう思われることが多いですし、あとはねネイルの時も言ったと思うんですけど、脱毛についてね女性とこう脱毛について話したりとかもそういうね話題でも盛り上がることができますし、まあやっぱなんか女性がやってる美容をメンズがやるっていうのはすごい話題の幅も広がるっていうのですごい僕はいいなって思ったの、まあこれは前ねお話ししたと思うんですけども、とにかく快適です。はい、僕はもう1年ちょっと通ってもう足はほぼなくなって、腕はまあ若干ちょろちょろってあるぐらいで、ヒゲはねまだちょっとまだね生えてくる感じはあるんですけども、毛に悩んでる方ほんとね一回行くだけでも結構腕と足は変わるので、ぜひねおすすめしたい美容ではあるんですけども、デメリットとしてはね値段がちょっと高いっていうのと、めちゃくちゃ痛い、もうこれですね。値段はそれぞれねサロン、まあお店によってね結構違ってくるとは思うんですけども、まあ大体何十万っていうねお金がかかってくるんですけども、まずヒゲが本当に痛い、僕正気麻酔って言って麻酔を一応やりながらやってるんですけど、もう全然なんか効果あるのかなぐらいで本当に痛いです。結構涙出る一歩手前ぐらいの痛さというか、もうあれは経験しないとわからない痛みですね。で僕の知り合いの方もやっぱそれの痛みがもう我慢できなくて通うのやめちゃったっていう人もいますし、そういった方は美容脱毛がいいのかなと思います。まあその医療脱毛美容脱毛ね何が違うのかっていうと解説した動画も過去にねアップしてるので、詳しくはよかったらそっちの方を見てもらいたいんですけども、まあ美容脱毛って痛くないけどなんか薄くはなるけどまた結局こう生えてきちゃうみたいなのをよく友達から聞くので、美容脱毛通ってる友達から聞いたので、まあ将来的にこう毛をゼロにはしたくないけど今こう薄くしたいとか毛の量を減らしたいっていう人は美容おすすめだと思います。はい、まあ簡単にねどっちがおすすめかっていう話なんですけども、まあそういった方は美容おすすめで、完全にもう毛をなくしたいという方は医療脱毛、まあやっぱ高いけどこっちの方がおすすめかな。美容はね安かったりいろいろね天城風5万円プレゼントキャンペーンみたいなねよくインスタの広告でも流れてくると思うんですけど、まあそんな感じで安いっていうのはね美容脱毛のメリットかなと思います。ということでね毛に悩んでる男性ほんとね脱毛マジで楽になるのでおすすめです。ということで、ランキング第3位でございました。はい、ということでいよいよランキングベスト2の発表していきたいと思います。僕が、本当にやってよかったメンズ美容ランキング第2位は、ドゥルル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 ン、はい、エラボトックスでございます。これはねまあ本当に気にしてる方ほんのごく一部だと思います。僕みたいにちょっとエラ張ってる方限定にはなってしまうんですけど、僕が本当にねやってめっちゃ感動した施術ランキング第2位の、エラボトックス、これがですねちょうど最近やった美容というかまあメンズ美容なんですけども、7月末ぐらいかな、7月の末ぐらいに今年のですね、やらせてもらって、それもゴリラクリニックさんの系列のお店シルバーフォックスっていうお店でやらせていただいて、でまあ、エラボトックスって何なのかっていうと、このエラが張ってる人とかって、まあ、よくここのエラの筋肉がすごい発達して前から見た時にすごいこのなんだろうな顔がこう大きく見えたりとか、まあ、ここの角っていうこのエラが張っててとか、あとは歯ぎしり、夜中歯ぎしりする
のがすごい悩んでる人とかはエラボトックスやると、まあ、それが解消されるみたいな、まあ、そういった効果のある、施術なんですけども、やっぱ僕ねすごいもう昔からエラが結構張ってて、まあ、あんま自分では気にしたことはなかったんだけど、でも一応コンプレックスの一つでやってみたいなって思ってやったんですけど、これがね本当にすごい効果で、最初やって3日から1週間ぐらいで効果が出てくるって言われたんですけど、僕正直あんま効果実感しなくて、まあなんか、まあ、自分に合わなかったのか、それとも自分のエラがすごすぎて効かなかったのか、まあ、どっちなんだろうなって思ってたんだけど、1ヶ月ぐらいしてかな、こう友達とかにスマホで写真撮られたりとか、そのたどりされてる写真をこう自分で見た時に、あれ俺こんな顔小さかったっけみたいな感じになったんですよね。で、まあ、僕ダイエットもしてるから、もちろんダイエットして痩せたのかなとも思ったんだけど、だいたい自分がこの体重の時にだいたいこれぐらいの顔周りだよなっていうのは僕だいたい把握してるんですけど、明らかになんかここがないというか、今もね、うん、こうシュッとしてるんじゃないかなと思うんですけども、最近ちょっとねダイエットやめて2キロぐらい太っちゃったんだけど、それでもなんかここのフェイスラインっていうのをね、このシュッっていうのが保ててて、でまあ髪型もねもちろんあるんですよ。そのマッシュにすると顔が小さくなる、このひし形を作って、まあ、顔を小さく見せられるっていうのももちろんあるんですけど、なんかこうふと撮られた時のその顔の形とかが、明らかにこれ確かにこんなシュッて前なってなかったなってすごい感じたんですよ。しかもねエラボトックスなんてもう僕は1分ぐらいで終わったんですよ。片方30秒でもうすぐ終わって、全然なんか後とかもダウンタイム的なのもなかったですし、こんなに簡単に小顔をゲットできるのはもう感動でしたね。で僕知らなかったんだけど、エラボトックスってなんかプチ整形らしいです。だからなんていうの、 目とかのさ二重にするやつとかさ、まあ、あれもなんかプチ整形っていうでしょ、あれとなんか同じ類らしくて、僕知らず知らず整形という沼に足を入れてたの知らず知らず、ちょっとそれはびっくりしちゃったんですけど、だったらなんかもう僕プチ整形してるなら、じゃあ他のところもやろうかなって今ちょっと思い始めちゃったんですけど、どうですかね。はい、なので例えばちょっとフェイスライン気にしてたりとか、このエラが気になったりとか、このなんていうの、歯をグッてこう力入れた時にすごいここが動くとか、そういうなんかここのフェイスライン気になってる人はカウンセリングだけでもいいので行ってみる価値めちゃくちゃあると思います。これだけでもうお値段はね 3、4万ぐらいかな、大体相場的に数万払うだけでこんな簡単に小顔を手に入れられるのは、僕はボディメイクとかダイエットしてる身からしたらもう衝撃でしたね。何ヶ月、半年以上かけてね、シュッとできるものをこんな簡単にね、できるっていうのと、あとやっぱダイエットしたからって言って、このエラがね、ここがなくなるわけでもないので、そう、僕ダイエットするとね、ここのエラがすっごい目立つのがすごい嫌で、あんまりこうガリガリにはしないっていう僕なりのそのダイエットのあれがあるんですけども、そう、それもね、なくなったから、だから今回ちょっとカリッと痩せてみようかなっていうので、1回だけでもすごい効果あったんで、で、次、2回目できるのが3ヶ月後って言ってて、で、僕今これ動画撮ってるのが10月なので、10月末にもう1回できるので、これね、まあまた動画にするかちょっと個人的に行くかちょっと迷ってるんですけども、ちょっとね、またやってみたいなって思いました。ほんと、ここ、フェイスライン、エラ、悩んでる方、本当におすすめです。もう見てもらうだけでもいいと思うので。ということで、第2位が、エラボトックスでございました。ということで、やってきました。僕が本当にやってよかったメンズ美容ランキング第1位の発表をしていきたいと思います。これはもう本当にやってないのっていうレベルでの美容でございます。第1位はでん、眉サロンでございます。はい、まあ、さっきもホワイトニングとかエラボトックスとか、この顔に関係する美容の、ご紹介してきたと思うんですけども、一番はねもう眉毛でございます。特にメンズはそうなんだけど、髪切ってるでしょ皆さん、大体が美容室で切ってる方は多くいらっしゃると思うんですけど、同じぐらい眉毛大事なんですよ。髪
せっかくかっこいい髪型にしたのになんで眉毛やらないのっていうレベルで、あの眉毛は本当に大事な部分でございます。まあ美容師的な観点から言っても、眉毛って本当に髪型の次か同じぐらいに、あの人のその顔の雰囲気、印象を変える部分であるので、これ何が違う、まあなんて言ったらいいの、もうなんか本当に全部が変わるので、ちょっと逆に説明しづらいんだけど、同じ髪型でも、まあ例えばセンターパートでいきましょう、今流行りのねセンターパートやってても、同じ完璧にかっこいい髪型、かっこいいセンターパートやってても、眉毛を整えてるか整えてないかだけで全然その、まあトータルしたその髪型とか含めたかっこよさの印象っていうのが全く変わってくるんですよ。それぐらい眉毛って大事で、特にそのセンターパートとか、この眉毛が見える髪型をやってる人こそ絶対にやってほしい。まあもちろん美容室で眉カットってできると思うんですけど、あのもう正直言うとレベルが全然違うんですよ。やっぱこう眉毛を抜いてくれるし、こう時間をかけてね、こうデザインしてくれるっていうので、やっぱ簡易的なね美容室の眉カットも、まあもちろんそれでも結構印象変わるんですけど、やっぱ眉サロンね、全然もう例えば iPhone のこの画質とこの 4K カメラの画質ぐらい違いますね。まあもちろん iPhone これ11 Pro なんですけど、これもねまあ綺麗ではあるんですけど、全然違うでしょこれ、全然違うでしょ。うん、まあそれぐらいの差はありますね。はい、眉毛ってもう結構整形レベルでその人の顔の雰囲気、もう顔を変えるぐらいの、それぐらいの効果をもたらしてくれるので、本当に眉サロン行ってない人マジでお願いだから行ってほしいです。全然変わるので。やっぱマッシュとかこの眉毛が隠れるヘアスタイルやってる方は、まあ正直ねそんなに関係はないと思うんですけど、やっぱねマッシュやってる時眉毛太すぎると結構そこが目立ったりするので、まあちょっと細めにね、あのカットしたりとかも大事ですし、そうマッシュやってる人こそ、例えば風でこうバッとさね、こうやって髪がバッてなった時に眉毛ダサいともったいないじゃないですか。まあ、そんなこと言うときながら、僕あのマッシュにしてからもう半年ぐらい眉サロン行ってないんだけど、でもね自分でたまにね手入れして、そうあとね生えなくなってくるんですよね。僕前ここつながるぐらいめっちゃもう激眉先生で、こんなねなんかシュッとした綺麗な形にはなんなかったんですけど、僕も 5,6 年ぐらい眉サロン定期的に通いになってから、なんかねなんかあんま手入れしなくてもある程度の形ができるようになりましたね。なんだろう、なんか薄くなんですかね眉毛も、やっぱ抜いてると、ちょっとそれはわかんないんですけども、でもなんか平成のギャルがすごい、あの昔眉毛抜いてたら大人になったら生えてこなくなったって言ってたんで、もしかしたらまあその関係もあるかもしれないですね。だからずっと通い続けてればね、もう常にかっこいい眉毛になれるから、すごい楽にもなりますし、とにかくやっぱ眉毛かっこよければ、髪をねぐちゃぐちゃになったとしてもなんか、あかっこいいなみたいな、なんかそういう印象になるので、ほんとね眉サロンマジで行ったことない人、一回でいいから、もうどこでも行ったわけじゃないけど、まあそれなりにホットペッパーとかでも評価高いところがあれば行ってみてください。騙されたと思ってこれはやってみてほしい、美容の施術ランキングでございますね。はい、ということで、1位が眉サロンでございました。はい、ということで、僕のランキングいかがだったでしょうか。もうほんとねトップ5はねマジでやって損はないかなっていう、ものになっております。で、一応さっき動画の冒頭でも紹介した、まあ僕の今までやったね、美容の施術について軽く説明すると、まあ僕ね薄毛ちょっと悩んでて AGA やってた時もあったんですけど、これもねなんか僕はあんまり、まあ期間短かったのもあったんですけど、あんまりこう効果を実感しなかったというか、なんかまつげはめっちゃ生えてきて、なんかまつエクしてるんですかみたいな言われたりとかもよくあったんですけど、なんかあんまね頭皮実感なくて、これはやめちゃいましたね。今はもう育毛剤をたまにやるぐらいですね。リデンの育毛剤ですね。はい。
で次はまあ喋る内容としたらハイドラフェイシャルっていうお肌の汚れをこう吸い取るやつみたいな、まあ肌をきれいにするやつとかもあったんですけど、僕あんまり肌に関して悩みとかはなくて、結構自分でも肌はきれいな方かなって思ってるんですけど、やってもらうとその汚れを溜まった瓶ってのを見せてもらって、これぐらい汚れてましたよみたいな、そういう感じのあの施術なんですけど、僕あんま汚れてなくて、まあ、そんな汚くないですねとか言ってくれもらえたんで、僕はそれ一回きりでやんなくなりました。でもすごい気持ちいいんですよ、このやってる時のこの施術の、あのなんかお肌がすごいツルツルになるので、まあ大切な日の前とかならいいかなと思いました。で美容配布、この配布って言ってね、なんかたるみとかをこうあの上げてくれるやつがあるんですけども、まあそれもまあやってもらってる時マッサージとかしてもらってめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、そんななんか劇的に変わるかなって言われるとそうでもなかったですね。うん、1回どんぐらいだっけ、1万円ぐらいしたかな、2回ほど行ったんですけど、まあでもすごいあの気持ちよかったです、施術内容としては。はい、で、次が腹筋ブルブル、あの EMS ってやつですね。ここをなんかブルブルやると、まあ、脂肪が燃えるみたいな感じのやつで、本当になんかお腹ぽっこり、すごいお腹周りに悩みがあるっていう人はなんかブル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 ってやると気持ちいいみたいなんですけど、僕なんかすごい反応しちゃうみたいで、筋肉にめちゃくちゃ痛くて、もう本当に腹筋がもうギューって思いっきり掴まれてるみたいな、そんな感じですごい痛かったので、これはやらなくなりましたね。1回だけでした。はい、まつげエクステもやったんだけど、まつげエクステって目にコンプレックスがある人とか、あの目力が欲しいよっていう人はすごい合うみたいなんですけど、僕そんな目に対してコンプレックスがなかったので、僕やったらなんかよりバッチリなっちゃって、ちょっと女の子みたいになっちゃったので、これはもうそれっきりになりました。はい、で、まあ、美容脱毛ですね。まあ、さっきもね、説明したんですけど、痛くないし、まあ、薄くなるんだったらすごいいいかなと思ったんですけど、やっぱ完全に、あの、毛をね、なくせないっていうので、僕はどっちかというと、なくしたい人だったので、僕は、美容は、これはね、案件でやらせてもらったんですけど、僕は、通わなかったですね。うん。だから将来的に、毛を完全になくしたくないっていう人はすごくいいのかなと思いました。はい、ということで、こうしてみるとね、今までいろんな美容サロン行ってましたね。ぜひですね、これ以外にも、あの、この美容の施術受けてめっちゃ良かったみたいなあったら、ぜひコメントで教えてください。あの、なんかいいなって思ったやつあったら僕個人的に行こうかなって思いますので、ぜひね、コメントでみんなで、あの、その美容の施術について話し合う場みたいな感じにやってくれればいいかなと思います。はい、ということでこの動画参考になったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。